もう初めてのレースですので、もうこの後はお願いします。はい、それではロボトライアスロン始めます。レディーゴー。制限時間5分なんですけれども、今回初ということで岩城さんから見てできそうな感じですか？あのね、練習をねちゃんと積んでたロボットはいけます。このねロボットたちはね割と練習積んでた方なんで、ただ練習といっても今回が初めてなので、だから今朝のうちに、ね、わずかな時間をいかに利用したか、やっぱりねもうそれはテルルは横の残りいいですね、横の残りも OK ですね。 OK ですね。さあ、そしてシンプルファイターも頑張っています。さあ、エベレストどんどんと今てっぺんへと登ったのがテルルですね。そしてシンプルファイターも今登りました。てっぺんにいます。まずどちらのロボットも転倒がないですね。そうですね、はい、今転倒しましたが、でもね、これ難しいコースですけれども、はい、順調にいってます、2つの障害を今乗り越えました。もう一つで大きな障害がありました、はい、この辺のロボットにとってはそれほど難しくないかもしれませんけど、細いところがありますよね。はい、半径10センチぐらいからロボットの足のぐらいで多分小さいです。何回ステップですか？そうです、テルルね、ロボット小さいんで割と綺麗にいってます。さあ、この後シンプルファイターがそちらコースになりますけど、ちょっとシンプルファイター大きいですからね。はい、ロボプランナーがもうロボットの技術が上がってきたので、これじゃ物足りないということでトライアスロンに変わったはずなんですけれども、意外とスムーズですね。そうですね、あくまでタイムトライアルなので、完走するのが目的じゃないですから、さあ、テルルは間もなくゴール。そうですね、テルル早いですね、1分切りますね。切りました。はい、大きな拍手が湧き上がりました。はい、記念すべき第1号テルルさん、はい、さあ、さあ、そしてやはり断崖絶壁苦戦しているのはシンプルファイターでしょうか？はい、ですがサンマスは戻らずに自力で頑張っていますね。あ、でも今時加わりましたよ。はい、サンマス。さあ、こちらタイムトライアルですので、もしね、サンマス戻る場合は早めにね。で、この後ロボットはね、みんな横移動ができない。はい、精神だけだとすると噛み出すんですよね。そうですね、片足ぐらいの幅ですからね、道が。だから、両足は半分乗せてます。はい、片足完全に出ちゃうと右に座りますよね。はい、今、左の方がちょっとボリュームが多いような感じですね。これを何とか半分ぐらい、今半分ぐらいですね。今ちょっと審判がギリギリのところですね。これ以上落ちると指導が入る。ただ登るのにも細い道なので。そうです、だから登れないんで多分サマス登ることになると思います。はい、さあ、転倒で戻る。